岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズ。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入っています。さあ、チャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取って引っ張った、ライン際、フェアです。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。ホークス1点追加します。見事、バファローズ打順はトップに帰って山田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ホークスこの回7人目のバッターになります。打ちました、痛烈な打球、打ちました、ファウルボールです。バッターボックス足立、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッター3球目打ちました、ヒットになった、ツーアウトランナー1塁。今日は見事な完封で白星を挙げ